高浜町が誇るこの若狭和田ビーチは2016年にはアジアで初めてブルーフラッグを取得し、優れたビーチとして国際的に認められています。しかしこの美しいビーチにも残念ながら海洋ゴミが漂着しています。特に冬は日本海の荒波に運ばれ、大きなゴミが打ち上げられることがあります。そこでこの若狭和田ビーチにお散歩や海水浴、サーフィン、釣りやキャンプなどで訪れる皆さんにも、このブルーフラッグの海を保つためにちょっとだけご協力いただけたら嬉しいです。もし遊びに来たついでにちょっとゴミ拾いしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、もう5分だけでも OK ですので、お気軽に若狭和田キャンプ場の受付まで道具を借りに来てください。さあ、ここが受付です。こんにちは。すいません、ゴミ拾いしたいんですけど。はい、ありがとうございます。ということで、袋と軍手とトングがここで借りられます。はい、ビーチにやってきました。さっき借りた袋ですね。世界に誇れる美しい高浜の海を100年後の子どもたちへと書いてあります。今ね、1月の海ですけど、こんな感じです。今日もね、ちょっと雨が降ってるんですけれども、まあ、ちょっとね、天気の悪い時無理にしなくても大丈夫なんですが、遊びに来たついでにちょっとゴミ拾ってみたいなという方、やっぱりね、歩いてるとちょっとこういうのがいろいろ気になったりするので、もうちっちゃいゴミでもいいですし、もう大きいゴミでもいいですし、もうちょっとだけでも袋いっぱいでも、もう本当にお気持ちだけで結構なので、ぜひご協力お願いします。ビーチクリーンは浜も綺麗になりますけれども、自分もリラックスできて心が綺麗になるような感じがしますので、楽しいのでぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。月に1回ビーチクリーンしてますが、いつでもしていただけるのでお気軽に参加してください。